リカさん、昨日言ったことだけど、考えてくれたかな何のこと何のことって、コウキさんのことよ。ああ、そういえばそんなことも言ってたね。そんなことって、大事なことだから。そうですね。確認しておきますね。いや、確認っていうかさ、 リカさんが納得してくれればいいだけのことだよね。何も問題なくなるよね。私だけの問題じゃないので。だって、私はコウキさんと結婚したいの。それでコウキさんも同じ気持ちなんだから、何も問題ないじゃない。リカさんさえ承諾してくれれば、この話は終わりでしょそういう簡単な話じゃないよね。そもそもさ、 私の旦那って分かってるのに手を出そうとしたのってあなただよね。私の旦那ももちろんアホだったと思うけど。でもあなたも普通ママ友の旦那取ろうと思うだってしょうがないよね。運命の出会いだったんだから。運命の出会いって30代後半の小持ち主婦の言うことじゃないでしょ。仕方ないでしょもういいでしょ 医者料も払うって言ってるんだよ。なんで納得してくれないの医者料はあなたにも後期にも別々に請求しますけど、それで大丈夫ですかもちろんよ。さゆりさん専業主婦ですよね。どうやって払う気なのもちろん、後期さんに払ってもらうわよ。後期さんがお金持ちなの、私は知ってるんだからね。え本人がそうやって言ってたんですか 見てればわかるし、大手企業で勤めてるのは元からリカさんに聞いてて知ってたしね。大手企業に勤めてるからってお金持ちとは限らないと思うんだけど。でも、コウキさんはいつも奢ってくれてるし、身につけてるものも高級だし、なんだか気品のある感じが全身から出ちゃってるのよね。じゃあ、金目当てで狙ってたってことやだなそんなつもりはないって。 あくまでも私は好きになっちゃっただけで、コウキさんも本気になっちゃったみたい。まだうちの旦那には言ってないけど、さゆりさんが納得してくれたらちゃんと話そうと思ってるから。旦那さんからも私からも医者料請求されると思うけど、本当にそれでいいんだね全然大丈夫。コウキさんもお金に余裕あるって自分でも言ってたしね。私はそれを信じてるから。そうですか。 じゃあ遠慮なく請求させてもらうね。旦那が帰ってきたら、その話してみます。昨日話したら、土下座されて終わっちゃったから。え土下座なんでなんでって、離婚したくないからに決まってるでしょ離婚したくないそんなわけないでしょコウキさんが離婚したいって言ってたんだよ。だけどリカさんが別れてくれないって。なのに、コウキさんが土下座なんて、 想像できないよ。そうですかでも、これが事実だからね。今日はもう少し詳しい話を詰めてしてみるね。医者料の話と養育費の話を。養育費なんだけどさ、後期さんの収入だったら安定だと思うけど、うちにも子供いるし、リカさんにもいるの分かってるんだけど、うちの子供育てるのにももちろんお金かかるわけだし、養育費は何やかんやで、折半ってことじゃダメかな。 折半って何リカさんに払う分の養育費を私がもらうみたいなそれは全く意味がわからないけど、そんな風にはしませんよ。なんでよ。本当にお金のことばっかりなのね。だからコウキさんに捨てられるのよ。いつも言ってたよ。俺の嫁は金のことばっかり細かくて、俺が稼いでる金で食ってるくせに、全然俺を敬おうとしない。 その癖細かいお金の使い方は、やたら指示出してきてめんどくさいって。そう言ってたんだね。まあ、正論だけどね。お金の使い方に問題がある人だから、一応言ってただけだったんだけど。そう思われてたんだったら、もういいです。さゆりさんにあげるね。よかった。それでいいのよ。私たちは遺写料を払って、あなたを自由にしてあげるから。 あなたは遺写料を計画的に使って自分の好きなように生きればいいわよ。そうだね。今までは大変だったから、これからはかなり楽になりそうだよ。じゃ、後ほど連絡します。弁護士にも相談するから、遺写料の支払いもよろしくお願いしますね。弁護士そんな大げさな話にしなくていいでしょ払うって言ってるんだからさ。でも、一応書類を作成しておきます。 あなたもそうだけど、後期が逃げる可能性も大いにあり得るからね。後期さんが逃げるあんな金持ちなのに医者料ごときで逃げるわけないでしょ。たかだか数百万でしょそんなの彼なら余裕よね。余裕彼の収入はほとんどクレジットの返済に回されてるよえ、何クレジットそう。あの人クレジットカードばっかり使って見え張ってるから、 毎月使いすぎちゃって、結局足りなくなって、支払いで足りない分は私の給料から出してるの。だから私も働いてるのよ。またまた、そんなこと言っちゃって、冗談でしょ冗談だと思うのは自由だけど、本人に聞いてみたらいいんじゃないなんて聞いたらいいのよ。本当はお金ないのってそうだね。まあもういいですよ。あなたにあげますんで。 あとは直接聞いてください。離婚届も準備したし、セゆリさんの旦那さんにも連絡しておきました。えうちの旦那にどうやって保育園の連絡網に旦那さんの電話番号も入っているので、そっちに連絡しておきました。旦那に言ったの当たり前でしょだってさっき自分でも言うって言ってましたよね。言ったけど、なんて言ったの浮気とかは言ってないよね。 逆に、なんて言うつもりだったんですか離婚してとだけ言うつもりだったのに。でも、医者料も請求されるって自分でも分かってたんでしょそうだけど、避けられるならやっぱり避けられた方がいいじゃない。それはあなたの自己中な考えですよね。旦那さんにも知る権利はもちろんあるし。旦那から連絡来てるんだけど。出た方がいいんじゃないですか ちなみに、うちの旦那はさっき帰ってきたので、離婚届にサインしてもらって追い出しましたから。追い出したってその家に私たちが住むんじゃないのなんでですかここは賃貸ですよ私名義の。えなんであなた名義なの後期は借金のしすぎで信用がなくて、保証人立てられなかったんで、私の名義になりました。じゃあ後期さんはどこに行くのあの車は あれは私の車です。家族用のですけど、もちろんローンも組めないので、私の名前でローン組んでます。いい服着てるのはそこだけ見栄っ張りなんで、やたら高級品を買うんですよね。そのせいで、クレジット返済地獄なんですけどね。ま、もう私には関係ないですけどね。ちょっと待ってよ。じゃあもしかして、後期さんって全然お金ないってこと最初から言ってたでしょ 大手企業に勤めてるからってお金持ちとは限らないですよって。そうだけど、本当にそんなにお金ないなんて信じられないんだけど。多分、今日どこかに泊まるお金もないから、またクレジット使って借金が増えるんでしょうね。もしかしたら、さゆりさんのところ行くかもしれませんね。やっぱり、こうきさんいらないです。私、旦那と仲直りしてうまくやっていこうと思います。だから旦那に誤解だって伝えてくれないかな。 もう遅いと思いますよ。私と後期はもう終わりなので、少なくとも医者料は私からしっかり請求させてもらいますね。待ってよ。医者料なんて払えない。私無職なのよ。さっき払えるって言いましたよね。さっきは後期さんが払ってくれると思ったから。どう思ったとか知らないんですけど。<laughs> 払って欲しいんじゃなくて、払う義務だから。 言い逃れしても無駄。必ず全部払ってもらうからね。逃さないから。覚悟しててね。家を追い出されたコウキさんは、リカさんにばらしたサユリさんを逆恨みして、サユリさんの自宅に突撃したそうです。しかし、そこにはサユリさんの旦那さんもいて、結局、かなりの修羅場になってしまったんだとか。最終的にサユリさんも離婚することになり、 りかさんからも旦那さんからも遺写料を請求されて、実家からも最終的には見捨てられてしまったらしく、一人暮らしを始めてバイトをしながら遺写料の返済をしているそうです。さゆりさんを恨んでいるこうきさんは、未だにしつこく付きまとっているんだそうですよ。